選手インタビューお願いします。じゃあいつから丸葉に通っていますか？1年生からずっとやってるってことですね。うん。じゃあ丸葉の工事は優しいですか、それとも厳しいですか？ちゃんとやるときは優しいけど、はい、ふざけると怒る。怖いですね。じゃあたくさん思い出があるコーチは何コーチですか？特にない。じゃあ今後の目標のなど教えてください。プロサッカー選手になりたいとかありますか？なりたくないですよ。ない。じゃあ今日のプレーはどうでしたか？今日のプレー、はい、いい時もあったけど悪い時もあった。ありました。じゃあ最後お母さんに感謝の一言どうぞ。ありがとう。ありがとうございました。違うの。作戦中でした。